勝負だ、ビル様。オラが勝った。いいだろう。でもこの宇宙。あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。いいね、らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。弱くなくちゃ。オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。めんどくさ。また上に行けるぞ。めんどくさ。お前にはこれで十分だ。力の差が分かったか。ビル様、まだ全力出してねえだろ。バレたか。でもよ、勝った気するぜ。ビル様くれ強くなっちまうと、全力でやれる相手なんかそういなくなっちまうもんな。それっておしゃべりはそこまでだ。君にはわからんさ。おい、ベジータ。悪いが、オーラが行かしてもらう。チッ、私はね、あなたに少しか。感謝？気持ち悪いこと言うなよ。初めて努力したのも、あなたへの復讐心が何よりも勝っ。私がどんな思いで努力というものをさせられたのか。それがどれほどの屈辱にまみれた行為だったか。あなたわかり。喋ってねえで。背景損。
やっぱおめえなんか隠してんな。よくわかりましたね。でもあなたもでしょ。お手芸めいっぺいやろうぜ。もう奥の手はなしにしよう。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。ではバカ正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。うわ、お見せしましょう私のさらなる進化を。金色は単純すぎるかと思いましたが、分かりやすくてよかったようですね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。ゴールデンフリーザ、孫悟空さん、さようなら。恨みっこなしでお願いします。本意ではありませんが、あなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。ですから先にお別れを言っておいたんですよ。おめえのそういうところを腹立つけど、今回ばかりそうなっちまうかもしんねえ。うわあ。邪魔ですね。なんと、舐めるな。おやおや、つまらないですね。邪魔ですね。邪魔ですね。さあ、選手交代だ。